皆さんこんにちは。本日は文壇の貴公子芥川龍之介 VS 大親分菊池寛、名優同士の対比が面白い、弱点なき文豪の痛快な生き様、書籍文豪社長になるを読んでというテーマでお話しさせていただきたいと思っております。今回取り上げさせていただくのは文豪社長になるという書籍でございます。角井義信さんが書かれました文藝春秋から出て2023年初版というな本です。このモデルはですね、モデルは菊池寛というですね、小説家作家さんですね、でございます。1888年に生まれて1948年に亡くなられたという人ですね。小説家、劇作家、ジャーナリストという人でございます。そして、文藝春秋社の創業社長でもあり、芥川賞、直木賞、菊池寛賞という賞が文壇にはございますが、その創設にも携わった人で、あります。経歴ということで言いますとですね、高松藩の儒学者の家柄で生まれたんですけど、非常にこう貧乏だったということなんですね。しかし幼少期から非常に読書家であって、京都大学の英文学科を卒業したということになっております。主な著作としてですね、屋上の狂人、そして父帰るという戯曲がございまして、それ以外にベストセラーとしてね、真珠夫人というものがございます。そしてその後ですね、1923年に雑誌の文藝春秋を創刊しまして、1938年にですね、内閣、当時の軍部ですね、ここからですね、戦争のですね、戦機高揚ものの企画を要請されまして、中国に回ったりしたということなんですね。そして1947年に戦争が終わった後ですね、戦争に加担したということで GHQ から公職追放されたと。そしてその翌年にですね、心臓発作で亡くなったというですね、去年59歳というですね、人生を送った方です。著者のですね、角井義信さんは1971年生まれの日本の小説家であり、推理作家であるということになりますね。群馬県桐生市に生まれまして、同志社大学の文学部を卒業されたと。そして2003年にですね、キットナッパーズと、こういう作品で、オール読み物推理小説新人賞を受賞してデビューされたという経歴の方でございます。本題に入る前にですね、現在このチャンネル以外に本業のイラストやギターの弾き語りのチャンネルをやっております。また女性や猫のイラストを載せたツイッターのアカウントも運営中でございます。もしご興味ございましたら説明欄のリンクからどうぞ。本日は文豪社長になるというですね、本をご紹介させていただくわけなんですけど、これは文豪、日本のですね、歴史に残る文豪である菊池寛のお話ということになっておりますね。菊池寛と言いますとですね、教科書にも出ているわけですね。確か父帰るというですね、作品が教科書に載っていたかなというようなところがございまして、そこら辺で知っている方も多いというような感じなのではないでしょうか。小説家の歴史ということで言いますと、やはりですね、夏目漱石とか芥川龍之介、三島由紀夫、太宰治というようなですね、人たちと比べるとですね、若干の知名度が低いかなというところがありますね。しかしですね、やはり100年以上経つ企業であるところのですね、文藝春秋社という会社の創業社長であるという部分とかですね、そういうことを含めてやはり非常に知名度の高い作家さんなのかなというふうに思うわけでございますね。この小説はですね、基本的には菊池寛という人物の伝記ということになるわけですね。しかし特徴としてはですね、生まれてから死ぬまでというような感じでですね、時系列的に事柄が並べられているというようなスタイルは取っていないということになっております。本の構成としましてはですね、5つの章からなっているという感じなんですね。広志と寛、
貧乏神、会社の金、ペン舞台、文芸春秋というようなですね、5つの柱で成り立っているということになっておりまして、これがですね、まあ、基本的には、芥川龍之介との出会いとかね、関係というのと、次は直木35ですね、直木賞の直木35、この人との出会いとのとかやり取りということ、あとは会社の金というところはですね、なんていうのかな、菊池寛の、才能と、ね、いうかね、商売をうまいことやれていく才能、そして、小説の才能、起業家としての才能というですね、部分にスポットを当てた部分、そしてペン部隊というのはですね、第二次大戦の時にですね、軍に協力してですね、戦争ということをですね、強くね、国民に知らしめたというか、推し進めたという部分でですね、その活動ということを、中心に書いた部分ということになりますね。そして最後の文藝春秋というのはね、言うまでもなく彼が作った会社の文藝春秋ということですね。そして戦争が終わって、死ぬまでというような感じでですね、5つの、区切りということになっておりまして、そういうような構成になってますんでね、ずっと生まれてから死ぬまでが時系列的に並べられているわけではないというのがですね、なかなか斬新というような感じになっているのではないかと思います。これを読みましてですね、菊池寛という人はどういう人かということを改めてちょっと考えてみますとですね、傑物だというふうに思うわけですね。傑物じゃないかなというふうに思うわけです。つまり、弱点のないね、スーパーマンというような人物なんじゃないかなというふうに思ったわけですね。とにかくね、才能の塊というような人物なんじゃないかなと思いますね。まず文章ということで言いますとですね、小説も書けるし、戯曲も書けるということですね。そしてベストセラー小説も書ければですね、このなんていうか時事とかね、歴史とか、そういうものにね、鋭い目を向けた文章も書けると。そして、ジャーナリストをですね、それでもあるということですね。文章だけでもこういうような多岐の才能にわたっているということになりまして、その上にですね、やっぱりこの木を見るに瓶というかね、時代というものを把握するのが非常にうまいですね。今の時代はこうだから、これがですね、ジャーナリストということにつながってくるというわけですね。そして、それだけではなくね、お金を稼ぐのもうまいということですね。人の心をつかんでですね、そして、時代を見て、そしてお金をたくさん儲けるということが、ね、できると。この2つがね、両方とも揃ってる人というのも珍しいですね。ジャーナリストでもお金稼ぐのは下手な人も結構いますんでね、そして、今度は親分肌、人望が極めてあるということですね。人がですね、彼の周りには常にこうたくさん集まっていたと。もちろんですね、お金があって権力があれば集まるというのはね、当然といえば当然な部分もあるけど、それ以前にですね、もう昔からですね、こう人望があって親分肌というところがね、非常にあって、学生時代からそういうエピソードにこと書かないね、わんぱく坊主であったと。そしてそれがですね、そのまま十分にこう才能を発揮して、そして大きい会社を作っていたという部分のですね、なんていうかな、人間的なこう器の大きい、ね、才能というものがね、非常に感じられるということなわけですね。そしてですね、やっぱりこの企画家でありプランナーであるというところも非常に大きいと思いますね。ただね、出版の世界でこう成功しただけではなく、芥川賞、直木賞、菊池寛賞などをですね、創設したということで、これもですね、ずっと後世に続いて、絶大なる影響を与えているというのもですね、大きなですね、この菊池寛の才能のなせる技だというふうに思うわけですね。そして極めて社交的でですね、エネルギッシュである、そしてよく食いよく飲むというですね、典型的なこの親分肌というか、そういう意味のですね、スーパーマンというような人物なんじゃないかなというふうに思うわけでございます。この本のですね、出版元が文藝春秋社ということもあってですね、お膝元であるというところからですね、あんまりですね、このマイナスなポイントは書けないという要素も結構あるかもしれませんね。じゃあマイナスの要素を挙げてみるというとですね、
まあ他のですね書籍とかにも書いてある部分なんですけど、やはりですね、まあお金遣いが荒いということとかですね、あとはまあ愛人がたくさんいてですね、まあそこら辺の問題でいろいろとこう知った問題はしょっちゅうあったというようなね、部分が挙げられているということですね。そして、まあ、この本には書いてないんですけどね、まあ、59歳で亡くなったわけなんですけど、割合とそれまでですね元気でピンピンしていたのに突然亡くなったと、心臓発作で亡くなったということなんですけどね、その前にですね、やはりですね、まあ、愛人の問題でいろいろと揉めててですね、奥さんがちょっと怒ってしまって、家出をするとかしないとかというような部分で、そしてそれを埋め合わせるためにね、家族みんなでこう家族サービスであっちこっち回ったと、そういう部分がですねこう結構ストレスになっていたということもあるんじゃないかなという説も、あるぐらいでですね、まあそこら辺がなんていうかな、弱点という部分は言えるんじゃないかなとは思うんですけどね。しかしまあこのぐらいのことはですね、これだけの大物とかね、そういうふうになれば、まあこの時代だったらね、まあ全然あって当然な世界というような感じに思えるんじゃないかなと思うわけですね。あともう一つですね、これは弱点と言えるほどではないとは思うんですけどですね、まあルックスがですね、ちょっとこう結構どんくさかったというようなね、ところもよく言われておる部分ですね。例えばですね、学生時代、まあ、芥川龍之介と、まあ、仲が良かったわけですね。同年代で仲が良かったんですが、学校に入学した時にですね、先輩たちからですね、芥川龍之介の、まあ、あの入学の写真とかを見てですね、芥川龍之介はですね、この中で一番ね、美男子だなというようなね、評判が立っていたということなんですね。その一方ですね、菊池寛はですね、周囲からこう多鈍と言われていたというんですね。まあ多鈍というのはですね、まあ、燃料ですね、火をつける炭とかね、ああいうものを丸めて作った燃料を作る燃料のね、要するに暖を取るための燃料ということになりますね。石炭を丸めたようなものということでね、まあ黒くて丸くてゴツゴツしていると、まあ、いうことからですね、多鈍と言われて、いたということでね、菊池寛もですね、これがまあ多鈍というようなニックネームがついていて、まあいかにねこうどんくさい人だったかということがですね、象徴されていることだと思うわけですね。まあでもね、ここら辺もですね、別にこの個性ということで考えてみればですね、弱点というほどのことではないかなというふうに思うわけですね。ということでね、本当に、まあ、多彩に恵まれた、まあ、傑物というようなことが言える作家なんじゃないかなと思うわけです。まあですね、基本的に、まあ、作家さんということになりますとですね、イメージということで言いますと、まあ、高学歴でですね、そして、まあ、頭が良くて、そして、まあ、内向的な性格で、あまりこう社会に適応するのがうまくなくてですね、引きこもってコツ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 を文章を書いて、胃が痛かったりですね、ちょっと鬱になったりというような、まあ、内向的なですね、内にこもったような雰囲気の人が多いようなのが一般的なイメージだと思うんですね。例えば、まあ、それこそね、芥川龍之介とかもそうですし、夏目漱石とか太宰治とかですね、まあ、そういうようなイメージで、基本的にそういう作家さんが非常に多いんじゃないかなというようなね、ところがあると思うわけですね。しかしですね、この菊池寛という人はですね、まあ、これらのイメージとは本当にこう正反対な人間ということが言えるわけですね。外交的でですね、親分肌で、そして行動力があって、実社会にもうまいことを適応してですね、してよく食べてよく、ね、飲んでですね、というような、そしてガハハと笑うというですね、陽気で明るく前向きと、そしてエネルギッシュ、そして答えを出すと、まあ、いうようなですね、まあ、普通の一般的な作家とはこの正反対なイメージが非常にこう強い人だなというふうに思うわけです。まあ、菊池寛と芥川龍之介というですね、この両者は非常にね、やはりこの深い因縁があってですね、まあ、個人的な関係でもあると思いますし、この歴史というかね、文学史においても非常にですね、この2人の関係というのは非常に興味深いというか大きいというか、そういうところがあると思うわけですね。学生時代からの仲間であり、そして文学を立ち上げたですね、雑誌を一緒に立ち上げた仲間でもあるし、
まあ、菊池寛をですね世に出した恩人でもあるというですね芥川なんですけど、まあ、これほどですねこの正反対な2人のこの組み合わせというのがですね非常に面白い、人生そのものもですね、まあ、正反対な生き様を送ったという部分でですね興味深いと思ったわけですね。2人はですね、まあ、一向時代にですね、久米正雄という常藤京という人たちとですね、非常に仲良くてですね、常に行動を共にしていたということなんですが、まあ、菊池寛がですね人間関係的な部分でこうトラブルを起こしまして、まあ、東京に入れなくなりまして、まあ、京都の方に移ったというようなことでですね渋々そういう状況になってしまって、それ以降ですねこう数年、まあ、非常にこうついていない状況に陥っていたということなんですね。しかしですね、芥川龍之介がそうこうしているうちに、まあ、文壇でこうデビューしてですね、まあ、新人作家として華々しく活躍していたということになって、その時ですね、菊池寛はまあ雑誌の記者とか新聞記者みたいなことをやってましてですね、まあちょっとやさぐれていたという感じなんですね。しかし芥川が小説家として活躍して、そして、まあ、いろんな便宜を図ってくれてですね、まあ、紹介をしてくれたりということで、それでですね、菊池寛はこのデビューして華々しく小説家として活躍するチャンスを得たというですね、まあ、いわば恩人でもあるわけですね。そうすると今度はですね、菊池寛の方が、まあ、真珠夫人というですね、まあ、菊池寛の初期の代表作でもあるんですけど、まあ、新聞の連載をやるわけですね。そしてそれがですねこう大ヒットして、一躍ですね超ベストセラー作家になるというような状況に逆転していくわけです。そして大儲けしたお金でですねこの文言春秋社を作るというような感じになって、そしてその執筆にですね、まあ、芥川を招くというようなですね交流が続いていくわけですね。まあ、そうこうしていくうちにですね、菊池寛の方はですね、出す企画が当たってですね、まあ大社長というような感じになっていきますね。しかし一方ですね、芥川はですね、まあちょっと創作の面で行き詰まりを見せるというところがありましてですね、まあ時代にもこう合わなくなってきたりとか、小説家として才能にもですねある程度ちょっとこう行き詰まりみたいなものを感じるようになっていく。それだけではなくね、愛人ですね、サイコパス的な愛人にですね付きまとわれたりとか、あとはまあ親戚がですね放火をした後ですね、自殺するというようなですねトラブルを起こすと、あとは事業的にもですねちょっとこう失敗をしてしまうと、仕事的にですね、失敗をして、それを非常に、ね、気に病んでしまうという部分が芥川にこう立て続けに起こってくるわけですね。そして、まあ、うつ病的な状況になって、常にこう睡眠薬とか薬を飲まなければいけないというような状況に陥ってきてですね、まあ、とうとう自殺してしまうというようになるわけですね。しかしこの自殺するちょっと前にですね、実は芥川龍之介はですね菊池寛に会いに行ってるんですね。文言春秋社に会いに行ってちょっとこう面会を申し込むというような形になっていたんだけど、タイミングが合わなかったりとかしてですね、待たせた挙句ちょっと会えなかったということが 2,3 度こう続いたと、まあ、いうような感じが状態がございまして、菊池寛はですね後にその時のことを非常にね、後悔していて、あの時ね芥川に会って話でも聞いてあげたらまた状況は違っていたんじゃないかなということで、非常にですねそこら辺をこう食いるというようなこともあったらしいですね。そして、まあ、そういうような意味合いも込めて後にですね芥川賞という賞を創設して、毎年ですね芥川の冠を馳せた賞を新人作家に提供するというようなことになって、芥川龍之介はですね、名前がずっとこう残るというような作家になっていくわけですね。まあ、こうやって見るとですね、まあ、都会的でですね、まあ、繊細な、ね、この美男子の芥川龍之介、まあ、その作品もですね、研ぎ澄まされたこの端正な洗練された世界と、そしてまあ基本的にはこう短編ですね、それを作った芥川龍之介、しかしですね、まあ、その人生というのもですねやっぱり苦難が多くてですね、まあ、病気を持ったり、いろんなトラブルがあったりということでこう苦しんでですね、まあ、結局30代半ばにしてこう自殺してしまうというような人生を送るわけですね。
その一方ですね、菊池寛という人はですね、どんくさいというようによく言われたらしくてですね、多どんというあだ名がつくというような感じだったわけでですね、しかしですね、やっぱりこの大衆の気持ちを捕まえる時代を読み取る目が非常に鋭くてですね、大ベストセラーを連発してですね、金持ち小説家になると、それだけではなくね、文藝春秋という会社を作って、それでも辣腕を振ってですね、その第一級の出版社に仕立て上げるというようなこの凄腕を振るってですね、人生的には59歳で亡くなったわけでね、そんなに長生きというわけではないんですけどね、でも太い人生を送ったと、そして華々しくね、親分肌で多くの人に愛されてですね、葬儀にもですね7000人集まったというですね、この人柄というか人望というものを持って、生きたという部分でですね、この正反対な2人ということで、この辺の対比も非常に面白いんじゃないかなと思ったわけでございます。